トミー・ノッカーズは、スティーブン・キングが1987年に発表した長編小説である。キングの作品には珍しく、UFO が登場する SF 色の強い作品である。なお、キング自身は、本作品は SF なのかという質問に対して、これは人間が道具に使われる話だ。私は道具がいかに動くかには関心がない。 人間がいかに動くかに関心があるのだと答えている。また、本作品中に登場するエピソードは、レベッカ・ポールソンのお告げ、ヒリー・ブラウンとして、短編としても発表されている。メイン州の田舎町平文で、創作活動をするボビー・アンダーソンは、ある日、飼い犬の散歩のために森に入り何かにつまずく。ボビーはそれを掘り出したい、という衝動を抑えられなくなり、 掘り出す作業に没頭していく。すると、今まで何の変哲もなかった平文の街のあちこちで、次第に異変が起こるようになってくる。ボビの友人のジムガードナーは、虫の知らせでボビを訪ねてくるが、そこで異様な事態の展開を目撃することになる。1993年5月9日から5月10日まで、全2回に分けて、ABC テレビでミニシリーズとして放映された。日本では、 ワーナーホームビデオから120分の短縮版ビデオが発売された後、1993年11月25日にオリジナル全長版が収録されたレーザーディスクが発売された。2018年映画化が進行している。資料館シリーズを手掛けるジェームズ・ワン監督が ITIT、それが見えたら終わり。などのホラーを手掛ける映画プロデューサーロイリート・タックを組み。 ジェレミー・スレーターが脚本執筆を担当することが決まった。日本では、吉野美恵子によって翻訳され、文芸春秋社より出版されている。トミー・ノッカーズ下巻657ページ、役者後書きより異ニオ。カラー版海外ビデオセレクション、宇宙船、ボリューム66、朝日ソノラマ、1993年12月5日、22ページ、雑誌コード、 01843から12。ザ・コンジャリングフィルムメーカーエットプロデューサーあれ、ジョイニングベテランプロデューサーラリー・サニタスキー2、セットアップ・ザ・アダプテーション・オブ・ワン・オブ・キング・ス・ベスト、セリング・ブックス・ハット・スティーブン・キング、トミー・ノッカーズ脚本家が決定。映画ドット・コム。 https://a.com/.news/.20180825/.11/.2018 <ッ>ュュスス年8月29日閲覧。ありがとうございます。